来月の平昌オリンピックをめぐ、韓国と北朝鮮の次官級の実務協議は、あ、からおよそ11時間が経った午後9時に終了しました。合意に至ったのかどう、など詳しいことは明らかにされていません。韓国と北朝鮮は、先週の閣僚級会で、来月9日に開幕する平昌オリンピックへの北朝鮮の参加などで合意し、ことを受け、17日午前10時から、軍、境界線にあるパンムンジョム、バンカド店。出ていません。17日の協議で、北、鮮側は、230人余りの応援団のほか、手団や記者団などを、朝鮮半島の西側から、道で派遣すると表明し、双方は、北朝鮮、派遣する選手団の規模や、アイスホッケ、女子の南北合同チームの結成、それに平式での合同入場行進などについて、意見、交わしていました。このほか、金正恩、金正恩朝鮮労働党委員長、肝入りで北朝鮮東部に整備されたマシン。4、うまいキミネスキー場を利用すること、北朝鮮南東部の景勝地、クムナン、金、山で、合同の文化行事を開催すること、とも、議題として取り上げられたとされ、います。南北合同チームの歴史。元にした映画も制作されました。ま、同じ年に、ポルトガルで開かれた坂のワールドユース選手権でも、南北合同、ウムが結成されましたが、オリンピックは一度も実現していません。南北合同、ウムには反対も、韓国のムン・ジェイン、ブーラ・トラ政権は、平昌オリンピックで、アイスホッケー女子の南北合同チームを結成することや、開会式で南北がそれの国旗ではなく、朝鮮半島が描かれ、統一旗を持って合同で入場すること、意欲を示していますが、競技関係者やの、などからは反対する声が高まっています。このうち、アイスホッケー女子の南、合同チームの結成をめぐっては、北朝鮮。の選手を加えようとするのは、チームの、努力にとって危険だ。韓国の選手たちが、中に影響を受けると述べ、北朝鮮の、手が、韓国チームの戦術を理解するには、間が足りないという考えを示しました。その上で、試合で北の選手を出場、セロという圧力がないことを望むとし、南北合同チームが結成されたとしても、選手の起用に韓国政府の思惑を絡めない、国を指しました。これに対し、前大統領は17日、アイスホッケー女子、選手たちを激励した席で、北と合同チームを結成することで戦力が大きく向上す、とは思わない。しかし、南北が一緒にせ、に臨めば、歴史の名場面となり、南北間を改善する上でとても良い出発点とな、だろうと述べ、改めて期待を示しまし、一方、開会式で南北がそれぞれの、旗ではなく、朝鮮半島が描かれた、統一、をもって合同で入場することにも、ムマサゴン派前向きですが、野党は、オリンピックの開催国が、自らの国旗を持たず、入場した例はなく、北に配慮しすぎだ。反対しており、世論調査でも賛否が分かれ